やっていきましょう。 FF7CCR つうことでセフィロスめっちゃ待ってるんだけど、まあまあそんなことはいい。あちょ、すげえな、おめえ、おら、ワクワクするぞ。プリヤーってアクサンドラー。そうです、裏でいろいろとね、あのミッションだけはこなしてったらなんかいろいろなっちゃったって。降りる、あ、なんか迷宮、なんだ、この先にホランダーの研究室があるらしい。施設の非公式な研究室だ。アンジールの行方とつながるかもな。よし、行ってみましょう。行きましょう。ということで本日はなんとお昼に撮っております。遠い、あれ、よし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 、逃げよう。なんか遠くて攻撃できないやつなんか相手に知らねえと。そうなんです、お昼に撮れているんです。なんでかって言ったー、うら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 、甘い、うまい、うまい、早い、安い、高い、痛い。で、どこ行った、甘いぜ。遠かろうが安かろうが早かろうがうまいもんはうまいんですよ。そう、有給休暇です。そして奥様もお仕事で、娘ちゃんもね保育園ということなので、いやー、たまにはねちょっとねお昼からゆっくりできる時間も欲しいなと思ってということなので、いつもうざーいテンションがいつもの3割増しでございます。ご許しください。これ迷路みたいになってるけど、これど大丈夫なのか。で、あの思っている以上に体力がこれが早い。セフィちゃんが早い。ちょっと待って、なんか全員遠いんだよ。あれ？痛い。全員遠いんだよな。ちょっと待ってね。あらちょー！ダークファイラーって言った。ちゃペピー。あいつら遠いのマジでうぜえな。で、こっちに行こうと思った。行けないんだな。それが、ちょっと待ってね。体力が今。あ、まだ1000がある。あ、おい、HP じゃね、MP が思ったことないな。あ、やばい。あれや、あ、痛い。なんか連続攻撃がずるい。連続攻撃ずるいの。お、いいね。ファイヤー。痛い。腹立つ、こいつ、ここから。押しは終わらない。よっしゃー。あれ、セフィロスがいな。お前、亡霊だったんだな。あれ、もうゴール。来ていない。飛びなんだ。あ、そういうこと。動力源は俺のチンチンだ。地下ですか。絶対降り立ったらなんかヤバそうな、なんか出てくるやつじゃないですか。バルブを開いてくれ。それで扉が開くはずだ。あよー、任せておきなっしゃ。ザックス。あ、はいはい。壊れかけのレディオ。とりあえず下まで降りなきゃいけないんですよね。でも下まで降りるのに、ああ、そういうことか。じゃあここに来るのはまだ早かったというか、まあ早くはないんだけど、遅くもないっていうところですよね。どういうこと？じゃあ、とりあえずこっち降ります？ああ、でもなんかもう結局目的地のなんかマークが出てたから、こっちで合ってるっちゃってるのかな。ここもなんか、バルブを回すとかっていうのが、ちょっとバイオっぽいところもあるよね。さて。ボン。これを省略できないっていうところがなんか、なかなか難しいな。うわー、狭いところによくも。ほら。あ、ちょっと待って。なんで。いまだにね、ZR と普通の R を間違えて使ってしまう。やばい。はい、ハイパーション。なんだ、ハイテンションみたいな感じになっちゃってるけど、下ります。んで、ちょっとね、先っちょ、ここも動力が来てないと。なんかバイオハザードみたいなマーク方、プリ、どこ行った？あ、ちょ、待ってた。ていー、あー、ちょ、待って、痛い。あ、間違えた。さっきからの、入力を見せてる。で、あっ、MP5。アイテムで、ポーション。ポーションで3つで全部回復しちゃったよ。
なるほど。でこいつをやろうとするとなんか宝箱が開いてここからミミックが出てきてザラキされておしまいなんですよ。違うゲームなんだ。シンラなんちゃらかんちゃら。これ体力が40、ああ防御力を上げるかどうかってことで、これ防御力を上げても意味がない気がするんだよな。いや意味あるんだけど、255がマックスなんだったっけ。はい、テンションきたー、いくぜー、いいえー、くる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 回してさあ帰ってて電力導源上げていくと、セフィロスがついに私の正体はおっぱいバルビエのジェノバサイ、ブブブブブブ、もう意味が分からへん。でこれ戻ろうとすると出てこない、なんだゴリゴリ出てくると思ったね。これ360度カメラもなんかちなみにあの PSP で発売した当初はなかったらしいですね。だからリユニオンによって、まあ、映像も綺麗になったりとか、それからかかってこい、かかってこい、イエーラ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 ー、なめんじゃねえ、ガード OK、 あれガードできる、ガードできてない、やばい、もう線も削られてる、やばい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 、うらうらうら、燃えろ燃えろ、よしで、ね、こっちじゃないのか。でもこっち上がっていけるなったら、実は短縮モードとか、いやそうでもない、ただ遠くなっただけだった。アクティベイティングコンバットモード出たー、もう、あ、しかも遠い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 、ファイヤー、もう一度ファイヤー、よしまい、チャ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 、なめんじゃねえぞおじさんは、今年で32?3? いつでもいいや、あーすぐ出てきた、ついつい燃えろ、ボアリアビーアンビシャス、あれこれ誰食らってたっけ、 Wait a minute、 意外と MP がねえんだな。あ、いざとなったら回復、うわぁめっちゃ立ってる、私がボスだってか、もうそうなんだけどさ、いえフェヒロスっていくつなんだろう、28歳くらい、年下かよ、でもなんか多分20代なんだろうな。でアンジールが20代ちょっと許せない、でもジェネシスとの同級生ってなるとやっぱ20代だったりはそんな雰囲気がするんだよな。プレートナイト謎の施設、ここでもう正体浮かばれてしまうのか、そういうオチ、いやードキドキワクワク、バレた、お前の最も大切なもの、資料をすべて確認、中身なんだアンジージー、アンジールが寝てる、起きろ、おはようございます、ここでコピーを作っているのか、まあここでミッション、なんか資料をすべて、ソルジャーの劣化現象に関する報告、ソルジャーの能力は様々な要素が微妙な、絶望じゃなくて微妙なバランスを保つことなんですね。絶妙じゃないですね。微妙なんだ。バランスの変化は因子情報の流出が原因と考えられるが、通常は起こり得ない。この現象は GK ソルジャー、ジェネシス系ソルジャー特有のものだ。クラクラする。ですよね。ジェネシス。もう考えても偏差値40くらいだもんな。直前だった。はい。怪我は軽いはずだった。なぜかジェネシスの回復は遅れた。ジェネシスを治療したのがホランダーだった。ホランダー博士、ジェネシスの容体は、腕の傷から魔鋼が入ったのが良くなかったようだ。治療法はないのか。まず輸血が必要だ。君ではダメなんだ。なぜ俺ではダメだったのか。GK ソルジャーか。G スポット、マンピーの G スポット系ソルジャーなのかな。そこをクチュ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 すると。劣化しちゃいますっていうことで、この中身は何、中身はあれ、ちょっと待って、2つしかないのか、ああ3つ目、じゃあ2つ目、被害者プロジェクト概要資料を、地中で発見された生命体こそが伝説の古代史であったことは周知の事実、また古代史は星を通じる力を使って大地を切り開いたことは史実である、
我々は発見された古代種の細胞を使い、同等の能力を持つ種族を量産する研究を開始、魔鋼採掘コストを大幅に削減することが主たる目的である。ここではセフィちゃん何も言ってこないですね。で、プロジェクト G 実験概要。あれ、ジェノバじゃなくてジェネシスでもなくて何だったっけ、なんかあったよね。人間の胎児に古代種の細胞を埋め込み、古代種の能力を得ることを目的とする。疲れた。ホランダーが発案した実験だ。生まれたのはごく普通の子供だった。つまり失敗だったはずだが。そうでくよくわかんなかった。あとはペフィロスに話しかければいい。ああ、なんかチンが動きそう。ナンバー、プロジェクト G によって生み出されたのがジェネシスだ。プロジェクト G、 プロジェクトジェネシス。このレポートとは裏腹にジェネシスには明らかな変化があった。劣化？それだけではない。コピー、うん、こんなもの。セフィロス。ホランダ、やはりここにいたか。私をどうにかする気かな。となるとジェネシスとアンジーユの劣化は誰が止めるんだ。紳士淑女の皆様、お待たせいたしました。どうも、格付けチェックの王様です。ジェネシス、ホランダを渡さない。何、あの急に始まる BL ですか。余計なこと言わずに黙ってムービー見とこうか。惜しみない祝福とともに、君は女神に愛された。世界を癒す英雄として。ラブレスか、相変わらずだな。三人の友は戦場へ、一人は捕虜となり、一人は飛び去り、残った一人は英雄となった。よくある話だ。俺たちが演じるとすれば、英雄の役は俺か、お前か。お前がやればいい。はあ、あんたの名声は本当なら俺のものだった。くだらん。今となってはな。俺が最も手に入れたいのは女神の贈り物だ。女神の贈り物が結局一体何なのかっていうのも分かんないし、まあ英雄になるその選択肢の中にアンジールが含まれていなかったっていうのがちょっとかわいそうですね。アンジールの居場所教えろ。よし、ということでナンバーと行こうか。あー、ちょっと待って、めんどくせ。そしてなぜか体力がマックスになってやるぜ、ベイベーイ。ちょアチョー、ファイヤー、燃えろ、燃え尽きて燃え果てて、力尽きて賢者モード、聖者モード。で、ここどこ、地下っぽいよね。おお、あれ、だってなんかあったの。わ、まさかの。よし、よし、これアクションとかもその持てる武器とかによっていろいろ変わっていったりとかする可能性はあるのか。どこだ、ゾウマ手に入れた。で、こっち行くと、いや、ここに、ああ、そういうことね。逃がしちゃダメよっていうことね。おっさん体力な。いやー、あかんやろそれは。おら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 、待て、捕まえられない。
ピョン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 すんじゃないよ。あ、俺、あ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 、はい。あ、ちょ、あ、ちょ、あれ、なんか、なんかポーション使って、なんで俺今 R 押したのにボタン変えたっけか。力、あ、で、どこ行った。違うんだよ、違うんだよ。あれ、俺なんで今体力回復したんだ。よくわかんないよね。これ遠ざかってる、遠ざかってる上になんか変なやつだ。ちょっと変態の極み。 OK、 じゃあこっちだ。あたた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 た、逃がすかよオランダアムステルダム。いっぱいいる、おめえは怖いから先に燃えっす。あれあれ、クラッキーでし燃えろ。近々お前じゃねえんです、おめえでもない。発動一戦、村政の力を思い知れないわ。お前はすでに切れている。しまい、シャーブラーレベルもタタタチャーパーピ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 ー。あれ違うな、遠ざかってる。あ、俺今どこにどっから来たの。あー、こっちか。違うな、違うですね。はい、テンションターン。さあ、気分も上げ上げ、上々で行こうぜ。ミヒマル GT と行こうぜ。走る走る、なんかあった、何にもない。走る走る、俺たちだったらお前を秒だってバッ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 チェアレって痛い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 、なめんじゃねえぞそのチー変態やら。 OKAP アタックバイバイゲット。走って走って逃げたところでお前は今から俺のエジン、ケイ燃えろファイヤー、オラ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 、魔法少女燃えピー燃えファイヤー。すげえな、900全部のダメージが1500に達した時、私はお腹が痛いです。なんかいっぱい来てる。僕僕僕僕ダークダークさんからダークさんじゃないダークえててててニョリア弱点は一段でガラン回しなってせ、断食4日目、全くもっての嘘です。お前なんかよりも俺は宝箱と思ったら、なんか出てきた、降ってきた、親方空から減ったりさ、近いっちゅうの、燃えろっていっぱいあろ、こねろ燃えろ、あれ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 、危ない危ない、ほいほい、クリティカルヒット、クリティカル、クリティカル、クリティカル、よし、ガード、うまい。違う違う、あれ、あなんかポーション間違えた、ハイポーションじゃないけど、ポーション使っちゃった、間違えた。そう、とっさにやるとやっぱなんか押しやすい、大きい方を押しちゃうんですよね。やっぱりさ、あのちっちゃい人よりもさ、大きいやつの音が入った時のさ、なんかその、あ、来てる来てるっていう感じ、わかんないよ、俺。その入れられたことはないか、さっさにね。何の話をしているのかね。もう逃げられない、まだ逃げる、まあ逃げ足早いね。で、こっちに逃げて、あ、なんかここでセーブをしろってこと。あ、なんかないよ、大丈夫、ちょっと前かあなんか持ち歩いのがいっぱい来た、芯がバツって書いてるし、ジェイジェイジェイ、あ、ちょちょちょ、お前がこれに弱いんだよ。あ、いててててて、 MP が足りない、 MP が足りない、おらおらおら、クリティカッター、クリティ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 カッター、ジェイ、惜しい、ねいいねいいねいいね、 AP 消費無料ならいくらだってあなたたちのこと、こっちこっちのポッキポキにしてやるぜ。くる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 、我慢開始。なぜかブリザードをやっちゃったけど、そんなの気にしちゃダメですよ。パイパイマシーンゲット。ちょちょ、あ、終わり。研究者、普段頭使うけど体使ってないからな。自分がやってること分かってるのか。あの有名なシーン、俺ここめっちゃ好き、このシーン。黙っと。ホランダーの言いなりか。何がしたいんだよ。世界征服。つまんない冗談はやめてくれ。では復讐か。誰に。アンジール、俺はモンスターになってしまった。モンスターの目的など
讐か世界征服くらいしか思いつかん。違う、翼はモンスターの証じゃない。ではこれは何だ。天使の翼。なるほど。ならば天使はどんな目的を持てばいいんだ。俺はどんな夢を見ればいいんだ。アンジール、天使の夢は一つだけ。教えてくれ。そう、このさ、天使の夢は一つだけ、人間になりたいっていうワンシーンがたまらないんすよ。ということで、これでチャプター終了というところなので、いつもよりちょっと早いですけど、まあ、区切りがいいというところまで来たので、一旦この辺りでね、終了とさせていただきたいと思います。次回、どんな物語が待ち受けてるか、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してお待ちください。ではまた、次回お会いしましょう。さよなら。バイバイ。